カウンセリングとは、会員様が抱いている疑問点や不安に対して日本人カウンセラースタッフがお答えいたします。カウンセリングで相談できること、講師による英語力診断テスト、実際にレッスンを担当している講師によるレベル診断テストを行い、テスト結果をもとにレベルに合う教材をご紹介します。教材のご案内、ネイティブキャンプで取り揃えている教材の中からご要望に沿った教材をご案内しております。レッスンに関する疑問、レッスン画面の使い方や終了後のチャットの確認の仕方など、レッスン時の疑問にお答えします。学習方法に関するお悩み、英語学習を始めたばかりの人も継続して勉強している人も、学習方法についてのお悩みをご相談ください。おすすめ講師のご案内、英語の使用目的やシーンに合った講師などをご紹介しております。映像・音声の確認、レッスン時の映像や音声に不具合が生じている場合や、テストでつないでみたい場合にもご利用いただけます。今すぐレッスン、または予約レッスンのどちらからでもご利用いただけます。ご予約の際には、よりスムーズにカウンセリングをご提供できるよう、カウンセリングシートのご記入をお願いしています。本日はいかがされましたか？始めたばかりでどの教材を使えばいいのかわからなくて教えてほしいのですが。かしこまりました。では本日、講師と英語力診断テストをさせていただき、会員様に合った教材やコースのご案内をさせていただきたいのですが、差し支えのない程度で結構ですので、これまでの英会話学習経験や目的・目標などをお聞かせ願いますでしょうか？学生の頃は英語が苦手だったので全くの初心者です。ただ海外旅行が好きなので、今後は日常英会話くらいは話せるようになりたいなと思っています。なるほど、承知いたしました。ではこれから英語力診断テストを行います。 Question number one. Are you a student? No, I'm not a student. Very good, thank you. And question number two. Do you like animals? Yes, I like animals. Alright, thank you so much. And question number three. How much is ice cream in Japan?How much is ice cream in Japan? I think it's around 100 yen. Around 100 yen. Japan. Okay. Wow. Not too expensive. Well, thank you so much. いかがでしたか？講師の方がゆっくりと話してくれたので、なんとか聞き取ることができました。今回講師が特に文法とリスニングスキルを褒めておりました。すでに基本的な文法力はお持ちのようですね。一つだけアドバイスさせていただくと、今後は発音が改善されますと、より会員様の英語力が向上いたしますので、日常英会話を習得するのと同時に発音を改善していきましょう。では会員様におすすめの教材をご案内いたします。カウンセリングは無料で何度でもご利用いただけます。お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。